現金が入ってるな。なんだ、現金か。
生きているな。あと1体です。最後だ、気を抜くな。いいですね、皆さんパワフルです。うし、さすが俺、やったぜ俺。まだ敵は3体います。気をつけて。敵はあと2体です。消失しました。レベルアップ。
いつ死にてえよ。敵残り1体です。だけだ、皆さん頑張ってください。シャドウも強く。テレテテー、俺っちレベル。敵を撃破。うわ！
残り2つ。やっと倒せなかったか。もらったぜ。私がここから応援する。待って、どうにかなった。
ャッフル。落ちたぜ。
みたいだ。真田先輩が危ないです。モラスだぜ。すごいですね、皆さんパワフルです。気を抜くな。いいですね、
この。仕留めそこだった。
じったぜ。無理をするな。強くなった。
敵みたいです。
です。
君か。
ちょっといいか。今夜急に理事長が見えることになった。帰り次第4階の部屋に集合してくれ。あ、はい、わかり。じゃあ伝えたぞ。コロちゃん、お手。賢いぞ。おかえりなさい。おかえり。ちょうどさっきここを通りかかったの。ほら、コロちゃん。丸っていうの。いつもは神社の階段のとこにいて、狛犬みたいにじっと。この犬相変わらず一人で散歩してん。一人で散歩？ああ、その犬はね、長泣き神社の神主さんが可愛い。この道は夕方に必ず散歩するお決まりの道でさ。からここにいたんだ。まあ生前の話だけどね。え、生前？あらやだ、聞きたい？そうね、半年くらい神主さんお散歩中に事故で死んじゃってね。それからっていうもの、決まった道を散歩する以外事故のあった場所から動かないのよね。無理にどこかに連れてくわけにもね。だってこの間もうちの息子がね。あら、いけない、こんな時間息子が帰ってきちゃうわ。お前中堅なんだ、泣かせるじゃないかな。あれ、このどうしたの？ごめん。あ、それより今日って確か理事長が来るって。私たちもそろそろ中に入ろう。いや、どうもどうも。調べ物に答えが出そうなんで、いち早く伝えようと思ってね。例の満月に出るシャドウの件で。ちょっと面倒なんだが、よく聞いてほしいんだ。実はシャドウは
その性質によって12のカテゴリーに分けられる。このことはだいぶ前から分かっててね、生物学の何かや何もみたいなものでこれまで出現したシャドウをこれに分類してみると実に興味深い。おっとすまない、これまでのシャドウ4体は現れた順にカテゴリーの1から4だと分かったんだ。見た目は大層特別だったが、連中にもこの分類は当てはまるらしい。それってなんかすごいことなんですか？そうか、つまり大きなシャドウは全部で12体いて、残りがあと8体ってことですね。さすが山岸君、飲み込みが早いんだから。そうなんすか。実際シャドウって何が？いい質問だね。実は目的がよく分かってないんだよ。連中は獲物を殺さずに精神を食らう。捕食には違いないが、生き物のようにただ繁殖するのが目的なら遠回りすぎる。シャドウは総体としては何を目指す存在なのか、その辺は研究中なんだ。面白いですね。ただシャドウが何であっても残りも全部倒すだけのことです。そうだな、奴らの目的が何であれ全部潰すしか今はやれること。あと8体か、相当だな。それデータでは来るたびに強くなってます。こちらも力をつけないと。なんとかするさ、時間は十分ある。タルタロスか、なんであんなものがあるんだろう。I'm gonna put you